はい、おはようございます。貝丸です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、柑橘核燃結果、この核燃結果について今日はお伝えをしていきます。できるだけわかりやすくですね、難しい言葉をあまり使わないようにしてですね、解説をしていきます。で、本題に入る前なんですけど、花粉症で皆さん悩んでる方いらっしゃいませんかね。ちょっとね、この動画見て、この花ばっかりね、見てる方いらっしゃると思うんですけど、実はですね、花粉症にこのブリーズライトっていうね、これがね、案件じゃないですよ。効果的です。で、まあ、効果的ですっていうのは、花粉症の症状をね、緩和できるものになるので、もしね、花粉症で苦しんでる方は、こういうね、ブリーズライトをつけるといいと思います。ちょっと見た目が悪いので、どうかなと思う方は一つ参考にしていただければということなんですけど、で、本題の方に戻ってですね、じゃあ核燃結果っていうところなんですね。で、この核燃結果っていうところで、結論から言うとですね、この核燃結果っていうのは核燃ですからね、核燃1年おきに実をつけるという、そういう習性が柑橘にあります。柑橘というより果樹全般にあります。果樹というのは柿とか梅とかね、桃とかみかんとかレモンとか柚子とか、そういった、果樹ですね。果樹全般には必ずこの核燃結果っていうのが起こります。で、ここを深掘りしてですね、掘り下げて解説をしていきます。できるだけわかりやすくね、解説をしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。で、まずですね、核燃結果。これなんでじゃあ、実がつく年、つかない年、つく年、つかない年、こういうふうに繰り返しね、起こっていくのかっていうとですね、例えばですね、去年たくさんみかんが取れました、レモンが収穫できましたっていうと、今年は収穫が少ないんです。あれ？ってなりますよね。で、じゃあこれが再来年になるとたくさん収穫できます。このポイントがですね、一つは春芽です。春芽にあります。で、春芽なんですけど、ここでですね、例えば先ほどの去年実がたくさん収穫できました。じゃあ今年の4月どうなるかっていうとですね、例えば木を全く剪定しないでいるとですね、春芽がたくさんドサッとつきます。ドサッとつきますね。もう覆い茂るようにドサッとつくんですね。剪定をしないと。で、この春芽がたくさん出て、翌年に実がたくさんできますよと、収穫できると。こういう流れになります。じゃあ、もう一個。去年、裏年で、実が収穫ができなくて、春芽がたくさん取って出てきた年がありますよね。で、そうすると今年実がなります。じゃあ、この年の春芽ってどうなるのって思いますよね。これはですね、春芽があまり出てきません。あまり出てこないですね。実はこれ春芽だけではなくてですね、夏芽、秋芽。これがですね、例えば春芽は4月、夏芽は6月以降、秋芽は8月、9月以降に新調して出てきます。こういう3回芽が出てくるんですけど、この芽がですね、実がたくさんつく表年なんて言われている年はですね、あまり出てこないです。特に夏芽、秋芽なんていうのは、ほぼ出てこないです。木を剪定しないで、そのまま放置している木はですね、多分今年、裏年に入ると、ほぼ夏芽なんていうのは出てきません。こういう現象が起こるんですね。ってことは、先ほど言ったようにですね、春芽もあまり出ない、夏芽もあまり出ない、秋芽もあまり出ない、ということはですね、その翌年、要は実がついていた年は、枝の出方が乏しいわけですね。実の方に栄養がいっぱい取られるから。なので、翌年は実が取れる、春芽が少なくなる。結果として、その翌年ですね、次の年は実が収穫できなくなりますよっていうことです。まあ、ゼロではないんですけど、まあ、多少はね、収穫できると思うんですけど、そのように実がたくさんできた。できなかったり、極端にできない年もあるんですね。まあこれを交互に繰り返していくんです。これが核燃結果っていうね。どうでしょう？分かっていただけたでしょうかね。これでね、結構ね、コメントで、いただくのがですね、この日本の中の
各年結果っていうのはどの木も同じ。例えば今年は表年だったら来年は裏年なのかなとか、そういうね、ことをね、質問された方もいらっしゃいました。これは木の個体差です。木の個体差によって、例えばみかんを3本植えました、レモンを3本植えました、何でもいいんですけど、この個体によって裏年表年っていうのが変わります。このスイッチというのは個体差で変わりますんで、そこは、木全体に統一した考え方ではないということだけね、ご理解いただければと思います。ご理解いただければ、ちょっと硬くなりましたね、ご承知願えれば、また硬くなりましたね。まあそんな形でですね、まあ各年結果っていうのが起こるわけですね。例えばですね、その春芽というのがポイントになりますと言いましたよね。この春芽がたくさん出た年は翌年実がいっぱいつく、そのたくさん出なかった年は次の年実が収穫できないので、春芽が出てきてたくさん出てきてどさっと出てきて、その翌年にたくさん取れる、こういうのが起こるって言ったじゃないですか。でここでですね、夏芽秋芽にポイントを絞ってみてください。これがですね、春芽がたくさん出た裏年、今年実があまりつきませんよっていう年には、夏芽も秋芽もたくさん出ますって言いましたよね。これ木を放置して剪定をしないでいるとですね、これが翌年、例えば表年になって実がたくさんつきますよっていう年の春に、春芽だ夏芽だ秋芽だっていうのがたくさん出てたとするとですね、実はこの木はですね、夏芽も秋芽も春芽もすべて花がボワーッとつくわけですね。たくさんつくんです。要はどういうことかと、花だらけっていうね、そういう症状が出ます。でそうするとどういうことが起こるかっていうとですね、花がたくさん咲いちゃうんですね。花がたくさん咲くってことはですね、実がたくさんできるんですね。実がたくさんできるとですね、こんな小さい時期にですね、生理落下なんていうね、ものが起こったりとかですね、あとは花の状態の時に不完全花っていうのも結構出たりですね、またはですね、落下というのはですね、一次落下二次落下なんてあるんですけど、最初のこの小さい時にポトポトポトって一気に落ちるんですね、実がね。ある程度2センチぐらいのサイズになってくるとですね、さらにまたふるいにかけられてバタバタバタっと落ちるんです。要は数えきれないほどいっぱい落ちるんですね、実が落ちるんです。要は放置した状態だと、表年だと、それでも実がたくさんできるんです。これが表年の特徴なんですけど、じゃあこれそのまんま実がたくさん落ちます、ふるいにかけられて実がたくさん落ちた枝って翌年どうなるのってなるとですね、花咲かないんです、実がつかないんです、その枝は。ですから花だらけの年は花をつけないように剪定をしてあげるんですね。花は葉っぱと一緒についてきます。葉っぱがある枝につきます。ですから葉っぱを落として枝を切り詰めて、その先から春芽を出させてあげる、こういうことをやるわけです。そうするとこれが、この今年出てきた春芽がですね、来年結果をつけるというふうになるわけですね。ですから今年わざと実をつけない枝を作っておくと、来年花が咲いて実がつく枝を作っておくことができますよっていうふうになるんですね。まあ、必ず実がつくっていうわけではないんですけど、実をつけやすい、そういう枝を作っておくことによって各年結果っていうのね、これを抑制予防するっていうね、まあ管理方法になります。ですからそんなのどうでもいいよっていう方はね、いいかもしれないんですけど、まあ各年結果についてね、まあ、結構ね多くのコメントをいただきますので、なんとなく分かったとかっていう方もいらっしゃるし、いや言ってることが難しくて分からないよっていう方もいらっしゃるので、ちょっとね今回はねあまり早口にならないようにですね、解説をね、ちょっと深掘り少ししながら、それも分かりやすくということで、お伝えさせていただきました。で、こちらね、みかんの木になります。今年はですね、裏年に入るみかんの木ですね。2本とも裏年に入ります。で、今年はですね、このように剪定をたくさんしてます。制枝作業といってですね、枝を整えるということをやりました。でこのようにね、上に伸びている立ち枝ですね、この上のところをね切り詰めたりだとか、そういったこともたくさんやって、
通気性を良くするような剪定を行ってます。こちらの動画もですね、公開してますので、ぜひよかったらですね、皆さんご視聴いただければと思います。で、基本はですね、裏年に入っていくみかんの木は、先ほどね説明したように春芽がどさっとつくというねお話をしたと思うんですけど、このようにですね、管理をしておかないと枝がたくさん出てきてしまうんですね。どこかのタイミングでこの枝を静止する、要は枝を整えてあげるっていう作業も必要になります。ただですね、こういうことをやるとどういうことが起こるかというとですね、より強くね枝が反発して出てきます。要はそれが今年になります。それを承知で、今年はですね、枝の静止作業をなんていうのをやってます。特にですね、この上に伸びている立ち枝ですね、こういうところの先端を切り詰めてます。こういう時はここからものすごい強い夏芽がねバンバン出てきます。途中の枝の側地からですねバンバン出てきます。ですから今年は剪定が大変になると思うんですけど、そういったのもね、承知しておくとですね、剪定もしやすくなってくると思います。この裏年のまんま、迎えると、今年は実があまりつきませんよっていう話をしたと思うんですけど、それを予防抑制するために予備枝なんていうのをね作りましょうなんていうね、そうすると裏年に入ってもみかんがね収穫できますよなんていうね、そういう話をしたと思うんですけど、それがですねこちらの枝です。これは、摘雷っていうね作業してます。予備枝剪定ではないですね。予備枝剪定に関してはレモンの木の方でご紹介してますので、そちらの方もねぜひご視聴いただければと思います。こんな形でですね、この枝は目印がついてますね。こちらは今年この春芽ですね。これが春芽です。この春芽に花がつく予定でいるというね、管理をしてます。必ずね、つくわけではないんですけど、つく確率が非常に高いというふうになりますね。こちらの枝もそうですね。目印がついてます。で、裏年の場合はですね、こういうところからですね、夏芽がね、特に出やすくなりますので、本当管理がね、大変になると思います。まあ、あとはですね、静止作業をした後はですね、このようにね、よくね、融合剤もつけておきましょう。そうすると、木がね、回復するのが早くなります。こちらがレモンの木ですね。レモンの木はね、ちょっとね、切りすぎた感があったんですね。勢いづいてちょっとね、切りすぎました。まあ、切りすぎたけど、まあ、いいです。それでもね。で、こんな感じでですね、先端をね、切り詰めておく。こちらもですね、葉っぱが全くないですね。これ、夏芽です。この先端切り詰めてあります。今年ね、ここから春芽が吹きやすくなります。もしね、しっかりと春芽をつけたいのであれば、ここの先端に融合剤を塗っておくと、よりね、効果が出ると思います。はい、あとね、こちらですね。これもレモンの木です。先日ね、定植をしました。まだね、こちらの動画は公開してないんですけど、こちらもですね、やがて剪定をしていきます。ですから、そちらの方もね、ぜひね、お待ちください。ということで、まあ、チャンネル登録してね、お待ちいただければと思います。まあ、こちらはね、また違います。こちらは切り干し大根ですね。今こんな感じでね、秋巻きの大根、もうね、塔が立っちゃうのでね、このようにね、切り干しを始めてます。まあ、こちらもレモンですね。まあ、こちらね、こんな感じでね、今言ってるんですけど、こちらのね、これがね、宮川早生ですね。みかんですね。こんな感じでね、ちょっとね、定食後、元気がないですね。枯れなければいいかなと思うんですけど、まあ最初ね、根がね、あんまり出てなかったんですね。これね、継ぎ木だったんですけど、継ぎ木も、これ多分ね、どうかな。枯れちゃうかもしれないですね。葉っぱがこんな感じで、色が悪いですね。丸まってきてね。まあこれもちょっとですね。で、こちらもですね。こちらもね、みかんですね。こちらも早生ですね。これも温州みかんですね。で、こちらも元気がないですね。みかんの方がですね、
どうもいまいちですね。方やね、こちらはレモンなんですけど、まあ昨日定食してね、まあ葉っぱの方も大丈夫かな。このようにね、ピンと立ってますね。このようにピンと。こういうのはですね、しっかり栄養が吸えている証拠です。光合成もできている証拠ですね。こういうね、葉っぱが大事です。こういうのですね。こういうの。こういう葉っぱですね。まあ、これは活着すると思います。もしかするとこっちはね、枯れるかもしれないですね。ということで、まあ今回はですね、このみかんの木とかね、レモンの木、あ、果樹全般に言えるね、核燃結果っていうところでね、ちょっとお伝えさせてもらいました。どうでしょうかね。多少ご理解できたかな？できたかな？少しスッキリしたよっていう方は、いいねボタンよろしくお願いします。ね。ということでですね、まあ、もしわからない方はですね、ぜひね、コメントをいただいたりですね、そういったことでですね、僕のわかる範囲内の中で、アンサーをね、返していきますので、ぜひね、よろしかったらお願いいたします。ということでね、今日の動画、良かった方は高評価、またね、チャンネル登録、よろしくお願いします。では今日はこの辺で終わりにしたいと思います。どうも。